今日公表された地価調査によると、今都心で最も土地の値段が上がっているのがこちら銀座。再開発が進み、ホテルや商業施設の建設ラッシュとなっています。全国トップは去年に続き東京銀座2丁目で1平米あたり3300万円でした。また首都圏の商業地では東京23区全体で 4.9% 上昇し、特に銀座6丁目では 27.1% 上昇しました。